はい、どうも皆さん、こんにちは、ゼッコです。それでは今回なんですけども、au 新プラン発表、Amazon プライムや d a z n など発表されるが、どこも新プラン、アハモとの対抗はということで、今回は au の新プランが発表されたので、そちらについてお伝えしていこうと思います。僕のチャンネルでは基本的にキャッシュレスやポイントなどのことについてお伝えしてますので、なのであまり慣れないジャンルではあるんですけども、ぜひ最後まで温かい目で見ていただければなと思います。それでは、行ってみましょう。 ということで、今回発表されたのはこちらの5つの情報となっております。データ使い放題 Amazon プライムセットであったりとか、Amazon Echo との接続可能なルーターとか、まあそういった情報なんですけども、まあ先にですね、もう見ていただきたいところはここからですね。じゃんということで、この1番のデータ使い放題 Amazon プライムセットということで、まあここの内容に入っていこうと思います。 今回発表されたこのプランとして、この Amazon プライム新登場ということですね。この DataMax 5G with Amazon プライムというプランが発表がされました。主な特徴とすると、今出てるようなこんな感じのサービスですね。迅速な配送であったりとか、Amazon プライムビデオであったり、Amazon プライムミュージックとか、まあそういったもののサービスがあります。まあ僕自身もサブスクの中で Spotify と、あとこの Amazon プライム、まあ年間の契約なんですけども入っています。 まあ特にね、本当にまあ配送が早いのと、あとプライムビデオもちょくちょく利用することが多いので、まあ、個人的には非常に便利なサービスだなというふうに思っております。 で、通常なんですけども、年間プランとして4900円。これ税込みの金額で、月間プランに関しては税込みで500円。これは通常の料金になってます。なので、僕の場合は普通に4900円税込みで払ってます。で、それに加えてですね、今回僕、ちょっとこのサービス今回初めて知ったんですけども、テラサっていう多分これ au 独自のサービスなんですかね。まあそういったサービスが通常税込み、まあ月額618円かかるというサービスなんですけども、で、Amazon プライムを踏まえて、翌月から6ヶ月間3760円からという よううななサービスが発表されれましたここはちなみに12月11月日日金曜日から提供開始ということいで,、ね、で、すねでちょっと中身の方に入っていこうと思うんですけども、月間のデータ要領として、これはデータ使い放題のプランになってますね。で、利用可能なサービスとして、今お伝えした2つ、Amazon プライム、そしてテラサの見放題プランというようなプランとなります。 で、対応機種に関しては、5G のスマートフォンに限ると。で、申し込み方法なんですけども、au ショップであったりとか、au スタイル、KDDI 直営店、au 取り合いて、au オンラインショップ、my,au お客様センターなどと。で、提供開始については先ほどお伝えした2020年の12月11日からということになっております。 で、気になる料金なんですけども、早速ですね。もう先ほどちょっとまあちらっと出てたんですけども、細かいところを見ていきましょう。今お伝えしたこのデータマックス 5G with Amazon Prime というプランなんですけども、 今出ているこちらの料金ですね。各種割引適用前の料金ということで、通常と 2GB 以下の場合という二通りの料金が出ております。通常であれば9350円。で、2GB 以下の場合に関しては7870円となっております。まあ、この時点でもまあまあいいお値段しますよね。で、ここからどんな割引が適用されているのか、まあ、一つ一つ見ていきましょう。まず一つ目、こちら2年契約 N 適用時ということで、 ま、これに入っていると、少し、まあ、少々割引がされるということになります。で、次にこちら、家族割プラスということで、2人であればマイナス500円、3人であればマイナス1000円、4人であればマイナス2020円の割引が適用されるということになります。で、次にこの AU スマートバリューというものなんですけども、これに入っていればマイナス1000円されるものになります。 ちなみにどんなものかというと今こちらに出てる通りですねネットとセットで au のスマホをご料金が A 年割引 au スマートバリューということで、まあ、このサービスに関しては au のスマートフォンプラス自宅が例えば au 光とかまあ引いてる方向けのサービスになってるので、まあ、それを引いてる方がまあ適用されるというイメージでいいと思います そして次のスマホ応援割り3というものですね。ちょっと読み方合ってるのか分かんないんですけども、こちらに入ってればマイナス1400円されると。まあどういったものかというと、新規契約であったりとか、他社から乗り換えをされたりとか、まあ機種変更された場合、そういった場合に関してはマイナス1400円。で、契約の翌月から6ヶ月間の間、これが適用されるということになります。 そしてもう一つ、5G スタート割というサービスなんですけども、こちらに関しては、契約の翌月から12ヶ月間マイナス1000円されるというものになります。そして、これが全部適用される、1から5が適用された上で、通常であれば3760円。そして、2GB 以下の方の場合に関しては2280円となります。まあ、パッと見た瞬間ね、あのー、この金額から見ると、おお、安いじゃんというふうに思うかもしれないんですけども、冷静に考えるとやっぱり、 この条件を満たすっていうのはめちゃくちゃ厳しいなというところが僕個人的な意見なところではあります。 まあ、特にこの部分ですね。僕の場合なんですけども、今現在は、今ワンモバイルっていうのを使ってて、それにソフトバンク光を自宅で引いてます。で、独身なので、今この青枠のところがですね、僕自身には特に関係がないところになるのかなって、もしこのプランにした場合ですね、家族割も適用されない。で、あとスマートバリューもこれも適用されない。で、あと 5G っていうのは適用されないっていうのは、僕自身が iPhone XS っていう機種を使ってるので、まあ、これも特にね、適用されないというものになるのかなと思います。まあ、実際にですね、 僕、素人ながら見た感じは、こんな感じになるのかなと思うので。 まあ、パッと見た感じは正直なところ、通常の料金とほとんど変わらないぐらいの金額になるのかなというふうに思います。もし間違ってたらご指摘ください。で、他にもですね、こちらのプランも発表がされておりました。データマックス 5G ネットフリックスプラン P というのと、データマックス 5G オールスターパックっていうんですかね、これも発表されておりました。で、こちらのプランに関しても、先ほどお伝えしたような割引があって、そしてこの金額になるということになります。正直、この状況を満たされる方であれば、まあ、かなり お得にななるのかなと思うんですけどもそうじゃない方からすると正直本当通常の料金とあまり変わりはないのかなというふうに僕は思っております。 で、他にもですね、本日発表されたものが残り4つぐらいあるんですけども、簡単にだけお伝えします。まず、こちら、今、丸2のとこなんですけども、Amazon Echo と接続可能なルーターということで、これは無線 LAN スティックっていうものらしいんですけども、Amazon のデバイスであったりとか、au ホームデバイスを接続可能な LTE 対応小型無線ルーター、無線 LAN ルーターというものになります。まあ、こういったサービスも開始されたり、あったりとか、あとは、ライブ配信の、まあ、スポーツが見れるダゾーンというものですね、これが3ヶ月無料 提供のスタートということでまあ、これはね普段からもうスポーツ見られる方野球であったりとかサッカーとかそういったもの見られる方であればまあ、ちょっといいなという風に思うと思うんですけども通常であれば月額税込み1925円これが3ヶ月無料になるとで加入した後の4ヶ月目以降に関してはご利用料金から月々税込み110円割引がされるということになりますまほんとちょっと気持ち程度安くなるかなっていう感じですかねで他にも22歳以下データ使い放題であったりとか あとはこちらの 5G のサービスエリアも順次拡大しているということですね。 ま、これ今回ですね。まあ、発表された資料からそのまま引っ張ってきたんですけども、今2020年12月は47都道府県でま、使えるようにカバーすると。で、その後の2021年から2022年までかけて約5万曲をま、展開していくという風に発表もされました。まあ、これはま、目指してるということですね。で、最後にですね、ちょっと気になるドコモの新プラン、アハモですね。こちらに対する対抗プランはということで、まあ、このアハモについてはね、僕の動画のちょっと前ぐらいにね、アップしてますんで、ぜひちょっと そちらを見ていただければと思うんですけども今回のこの新プランの発表の時に発表されたかっていうと特にねなんと発表されずということでございました正直今日この発表がある時ちょっと僕あの発表ずっと見てたんですけどもそれをワクワクしてたんですが何もですねそれについて絶対触れなかったんですよ結構ねこれに対して期待してた方も多かったと思うんですけども特に本当発表されなかったんでうーんと思ったんですけども一部ですねその新料金の発表会後の 質疑応答についてということだったんですが、これはあの発表会があった後、中継終わったんですが、ちょっとですね。まあ、ネットの記事をちょっとググってまして、まあ、ちょっと一部見つけました。で、一部のその記者の方が ntt ドコモの新料金、アハモについてはど,どう思いますか？的な質問をしたらされたらしいんですよね。 で、それに対して、この AU の社長さんは、今後、他社、ソフトバンクなどの動向を見て、必ずユーザーが満足できる料金プランを出していきたいというふうにおっしゃってたということでございました。いや、やっぱりね、本当正直なところ、アーモが発表された時に、今現在僕自身はワイモバイルを使ってるんですけども、もう本当に今心揺らいでるような状況ではあるんですよね。 で、他にも、まあ、Y モバイルとか UQ モバイルとか、まあ、もしくは楽天モバイルとか利用されてる方は、同じように思ってる方は多いと思うんですけども、まあ、ここでね、その AU がどんな風に料金プランをまた新たに発表するかどうかっていうのは、かなりま、注目したいとこではあるんですけども、まあ、そんなに期待せず、ちょっと待ってみたいなという風に思っております。 まあ、あと個人的にはまたソフトバンクもどんな風な発表するかっていうのも正直気になるところでありますね。まあ、そんなこんなで今回は au の新料金プランについて簡単ではありましたけども、お伝えさせていただきました。まあ、もちろんね、普段からその Amazon とか、ね、Netflix とかそういったものを利用されている方であれば、まあ、かなりお得になる場合もあるかもしれないんですけども、まあ、料金についてね、まあ、正直細かい計算をした上で、まあ、これについては検討してみるのもいいんじゃないかなという風に思います。まあ、個人的にやっぱり思うのは、自宅でこう光回線を引いて、 いててで最近ねこう出先とかでやっぱり Wi-Fi がほとんどあるところに僕の場合は結構行くことが多いのでそんなにこう使い放題のプランまで入ってまで利用する必要があるのかどうかっていうのもやっぱり冷静に思うところでは正直なところありますねまあぜひですね今回の発表に関して思うことがあれば下のコメント欄に書いていただければなと思いますということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました。